僕の今のスタイルは自分の中にある思いとかそういう感情ってのを嘘なく表現するってことにとってもこだわってて、自分のあるものの中で勝負しないと絶対勝てないから、そこをちゃんと恥ずかしくなく出すっていうのが僕は大切だと思います。で、映画学校ではその辺をとことんやらされたんですよ。なんか人間を見つめようみたいな、で人間研究っていうような人間を研究する授業があったりして、結局ドラマっていうのはそこなので、人間をどう見つめてどう表現してっていうとこなので、そういうところは多分なんか他の学校とは違う今村さん、今村イズムみたいなのは映画学校にはあるんだなっていう。多分皆さんも映画ってなんだろう、映画っていいなぐらいの人もいるかもしれないんだけども、僕はそのとことんやっぱり映画を楽しむっていうか、映画って楽しいものなのか楽しくないものかを判断させてくれた3年間でした。何もないところから物語ができていくっていうのはね、興奮しますよ、一から脚本から何もない世界からみんなでこう作っていって、やっと文字になって、その文字をじゃあ映像にしなきゃいけない、それにはスタッフとキャスト代でまたそれを集めて一緒にやって、やっと映像になる、じゃあ今度編集しなきゃいけない、どうしたらいいかって言って、本当に積み重ねで積み重ねで作っていって、どん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 形になっていく、で最後に発表っていうのがまたたまんないんだよねすごいドキドキするし、なんか人に見てもらうっていうあの興奮っていうのはなんかまあ、ね、忘れられないね。さらに褒められちゃったりしたらもうやめられなくなっちゃうんだよね映画学校時代は3年間で監督できる人は年に何人って決まってるので、卒業するまで何も監督もせずに出ていく人が大半だった、まあ、そういう世界、それは競争だから、だからその辺はどっか仲良くやる中でもやっぱり絶対負けたくないみたいな思いとか、そういう競争心で揉まれるっていうことがあるし、でやっぱり先生にもこううわーって言われるしで揉まれてこんちきしょうって言ってやるし、だからなんか甘いようでやっぱり競争って社会なので、意志がないと、強い意志がないとあーってなってしまう学校でも厳しいことを言うとあると思います。適当に入って適当にやっても多分卒業できるけど、そこには何も多分残らない、逆にやればやるほどたまらなく面白い学校でもあります。どの学校よりも面白い。